CS250 はかつて川崎重工業が製造販売していた排気量 249cc のオートバイ。1980年代初頭に販売されていた Z250FS の事実上の後継モデルにあたる。CS250 は1985年に発売された。CS とはカジュアルスポーツの意味であり、セカンドシートの下に ロゴが貼られている。ダブルクレドールの丸パイプフレームに、同社の KLR250 と同じ、水冷 DOHC4 サイクル4バルブ単気等 249cc エンジンにセッティングを施し出力を向上させて搭載した。レーサーレプリカ前世紀に、あえて気軽に乗れるオートバイというコンセプトの下カウルを持たせないシンプルな外観を持つ。非常に軽量であったことから、 女性向きと評価され、販売台数は伸びなかったが、在庫処分時には軽量かつ 34PS に達した最高出力を見込まれ、バイク便などの車両などにも用いられた。直径となる後径オートバイは存在しないが、クー単ータンのオートバイとして後年、エストレアが発売されており、2014年には CS250 と同じ機構で、 発展型にあたるエンジンを搭載する忍者 250SL と Z250SL が発表されている。ありがとうございます。